日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。シーナ、ミスドの新作ザクモッチリングに塩食べられます。どちらも卵サラダに明太ポテトサラダとカレーが入っているというちょっと試食系のドーナツなんですよね。どんな味なのか気になります。それではこちらの見えてる中身からおそらくカレー味と思われる方からいただきたいと思います。しかしカレーパンみたいなのでちょっと手元が汚れるのが若干気をつけないといけませんね。それではん、外側はカリッと中はピリッとなカレー味とコクうまな卵サラダの相性がいいですね。甘くないミスドというのも本当に美味しいです。一方で明太ポテトの方はわわちょっと変化球が入ってるけどこれも美味しいな。卵とは変わらないんですけど明太ポテトはピリッとくるのね。カレーみたいにうわっビリッとくるわけではない。その分どこか優しさも感じるような気がします。ただ卵は飛び出すのは注意ですね。それぞれの詳しいレビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。どちらもまず外側の生地はザクザクという心地よい音が聞こえる衣とちょっとふんわりしてるんですけどザクッとくる揚げた生地の相性が良くて美味しかったです。で中身についてなんですがカレーの方は結構最初に噛んだ時は刺激が来るんですけど後に残る刺激ではなく一瞬でビッときてあとはだんだんマイルドになっていくような味わいでした、ね、一方明太ポテトの方はちょっとピリッときるんですけどカレーよりはまろやかになるのが早く結構あっさりとしてて食べやすかったんで、ね、卵サラダはどちらもコクがきしっかり広がってきて美味しかったですね。分は明太ポテトの方があれよりも意外性があって良かったかなと思いましたので今回は明太ポテトを代表として4点とさせていただきます。ただ卵サラダが飛び出しやすいのは注意ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。